その術を。バイトさ。へえ、お待ち。すげえ、何人もいるみてえだ。バイトの子は助かるな。まさか。マイナビバイトのおかげよ。出た。バイトは未来の第一歩。バイト面接行かねば。マイナビバイト。はい、じゃあこれで、よーい、スタート。服部半蔵。参りました。はい、服部半蔵です。じゃあ本番行きまーす。聞き死に勝る腕だ。そうです。もう行く。はい。半蔵いざ。プッシュ。はい、カット。いいですね。はい。お願いします。わかりました。どこでその術を。バイトさ。バイト。はい、カット。はいはい、いいですね。プレバックださい。まさか、せーの、マイナビバイトのおかげよ。スタート。マイナビバイト、マイナビバイト。わー、はい、今 CM の方は以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よーい、スタート。お待たせしました。お待たせしました。へい、お待ち。ありがとうございました。はい、カットー。じゃあ、以上で全て終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。まあ、今回は結構、なんかちょっと本格的なあのアクションみたいなものが入ってきたりとか、なんか普段は結構ずっと大声で喋ってるんですけど、今回はすごい前半とか特にシリアスな雰囲気で、喉への負担がすごく少なかったです、今回。すごくありがたかったなと思います。はい、そうですね。僕もだいたいこういう時って何かしら叫ばされるんですけど、僕も同じように喉への負担が少なかったですね。非常にいい現場でしたね。術、難しいですね。難しい質問だね。何でしょうね。まあ僕すごくそれこそお笑いだったりコメディとかすごく好きで、なんか憧れがすごい強いんですけど、いざ自分がそのコメディの作品やるってなった時に、やっぱそんなにセンスがあるわけでもないので、すごい難しいなってなった時に、とりあえず大声を出すっていう。なんかそれが実際面白いかどうかは分かんないんですけど、大声出しとけばなんとかその場は切り抜けられるっていうのは学びましたね。はい、合ってる合ってる。合ってますか。合ってる。なんとかなる。とりあえず出しとけばなんとかなる。とりあえず大声を出すっていう、はい。どうですかね。まあ害虫駆除ですかね、やっぱ一番言ったのかな。まあ、ネズミとゴキブリを僕は殺戮してお金をもらってたので、まあそれですかね。それとかですかね。もう本当いろいろやりましたね。コンビニのバイト、レジ打てなくて2時間で辞めたこともありますし、まあバイトはやりましたよ、本当に。まあでもやっぱり、まあその今の事務所のオーディションを受けたことですかね。15歳の時に、まあ、ちょうど高校受験が終わった春休みぐらいで、まあ特に何もやることがなかったので、まあ母親がそういうオーディション見つけてきて、なんか他選オーディションだったんで、母親が推薦してみたいな感じだったんですけど、まあそれがなかったら今頃何してるか本当わかんないですし、まあ、オーディション受けといてよかったなっていう感じがしますね。第一歩は
どうなんでしょうね、やっぱまあお笑いを始めて、まあ相方と組んだことですかね。まあその飯食えるまで16年かかりましたけど、西村と組んでなかったらもっと早く食えてたんじゃないかと今非常に後悔してますね出会わなければよかった人物ですね。そうですね、まあ本当に、まあ、僕もあの何でしょう、すごくこの仕事がやりたくてこの世界に入ったっていうタイプの人間ではないんですけど、でもなんか実際こうやってみてどんどんハマってというか、悔しい思いとかもしてどんどん好きになっていくというか、何がどういう道を選ぶのが正解かっていうのは多分誰にもわからないと思いますけど、なんかその選んだ道を正解にしていくしかないというか、その選んだからにはそれをこうなんだろう、自分のものにしていくみたいな熱量みたいなものが必要なんじゃないかなという気がするんで、まあ、なるべくその仕事だったりやりたいことっていうのを愛せるようにポジティブに頑張ってください。そうっすね、なんでしょうね、まあ運とか才能とか努力とか、まあいろいろ成功するためのなんか必要なことってのはあると思いますけれども、やっぱその誰と出会うかっていうのは結構でかいんじゃないかなと思いますね。誰と出会ってちゃんとその人に僕に自分にとって必要なのかどうなのかって、その判断するその目をこう養うみたいなっていう意味で言うと、やっぱ二十歳の頃僕西間と出会った時の僕の目はやっぱ腐ってたんだなっていう薄汚れた目をしてたんだな、だからそういうちゃんとしたまともな判断ができなかったんだなと思いますね。ちゃんとした目を養う、これが必要なんじゃないかと思いますね。